カラホト城壁カラホトは内毛小路地区、アルシャーメーエジンバタにあるタングートの都市遺跡。かつて、演会のほとりに位置していた。聖火後エジ、内を簡約して、マ、ま、タ州の中国語では、黒城、または国水城と呼ばれる。カラホトの名は、中古モンゴル語より、マルコポーロの東方県文読に現れるエチナに否定されている。 カラホトの歴史は1032年に遡り、11世紀に公益で栄えた聖火の中心都市で、領町と西域をほぼ最短で結ぶことができる公益路の途上にあった。高さ9.1メートル、厚さ3.7メートルの城壁に囲まれ、東西421メートル、南北374メートルの威嚇都市であった。カラホトが最初に落城したのは1226年。 モンゴル帝国のチンギス藩によってであるが、落城後も、モンゴルの創始権の下、繁栄を続けた。フビライチ聖火では、聖火時代の3倍にまで都市は拡張されていた。岩長15代皇帝とゴンテムルは大統を追われた後、この地に潜伏した。カラコルム、蝶とクムルに通じる交差路に位置していた。マルコ・ポーロは、東方圏軍独でこの地をエチナと呼んだ。 カムピチュの町から12日の旅邸で、エチナの町に到着する。聖火人の町であり北へ向かうと、サンディ砂漠へと続く。人々は偶像を崇拝し、多くのラクダや牛を飼っている。聖火ハヤブサラナーハヤブサが多く生息し、住民は貿易をせず、農耕と牧畜で生活している。エチナを抜けると北に砂漠が広がり、40日間は、 人や町に出会うことはないため、この地で食料を備蓄する必要がある。マルコ・ポーロ、ザ・トラベルズ・オブ、マルコ・ポーロ、トラレイティド・バイ、ヘンリー・ユール、1920、オーレル・スタイン体験隊により、南西閣の墳墓を、東方から、撮影現地の伝承によれば1372年、モンゴルの将軍からバトールが、民の軍勢に包囲され、水路を断たれた。 カラバトールは運命を悟り家族ともども自害した。その後、民軍の最終攻撃で守兵と住民は殲滅された。別の伝説では、カラバトールは、城壁北西の抜け道から脱出したといい、遺跡には馬一頭通れるだけの抜け道が、現在も残されている。カラホとの見取り図ロシアの探検家、グリゴリー・ポターニンとウラジメイル・オーブルチェフは、 エジン川下流域に古代都市があったとの噂を耳にした。この噂は科学アカデミーアジア博物館に刺激を与え、ピョートル・コズロフを隊長とする探検隊が結成された。1907年から1909年の中央アジア探検でコズロフは、カラホト都市遺跡の歴史的発見を成し遂げた。現地のタングート漁師を艦隊や蓄音機のプレゼントなどで懐柔し、 遺跡発掘の許可を得ると1908年5月1日に、カラホト遺跡に入り、2000以上の聖果文書を発見した。コズロフは10箱分の古文書や仏教遺物を、サンクトペテルブルクに送り、1909年、残りを送った。6月には、書物と基版画が、城壁から400メートル西方の仏塔から、発見された。オーレルスタイン教は1917年の、 第3次中央アジア探検隊でカラホトを8日間調査し、その成果は報告書、中央アジア島先にまとめられた。1925年にはラングドンウォーナーがカラホトを訪ねている。フォルケ・ベリーマンは1927年にカラホトに旅し、1年半現地に滞在して、監視塔や鳥りで後を調査、多数の規範画を発見し、カラホトとエジン川の地図を制作した。 また、コズロフとスタインの調査は、いい加減でありその調査文書に一部誤りがあると、指摘した。スベン・ヘディン率いるスウェーデンと中国の合同調査隊は1927年から1931年の間、遺跡の考古学的調査を行った。1935年には、ジョン・デ・フランシスが遺跡を訪れている。1983年から1984年の間、 中国、内蒙古考古研究所による、さらなる発掘調査が行われ、3000を超える古文書が見つかっている。この発掘調査では、書籍類に加えて、建材、日用品、生産設備、宗教美術が発掘された。衛星写真でもカラホト遺跡が、現在も、良好に保存されていることがわかっている。カラホトの絹枝、コズロフの発掘した3500点もの絵画は、 サンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館に書籍や古文書、木版画は東洋学研究所に所蔵された。それらは幸運にもレニングラード包囲戦を生き残り、そのうちのいくつかは1991年に再発見され、その後の数年間、成果後研究の進展に貢献した。コズロフによってサンクトペテルブルクに送られた書籍や文献は、 アレクセイ・イワノビッチ・イワノフによって研究され、聖火後辞書である万干号辞小銃玉が特定された。エルミタージュ美術館の殻、フォトコレクションには文献だけでなく、中国やチベット風の仏教を主題とした絹絵も含まれる。加えて、老血染めの絹片も見つかっている。壁画の断片からは、顔料としてコバルトが使用されていることが確認されている。 エルミタージュ美術館館長のキラサモスックによれば、コレクションのほとんどは11世紀から13世紀にかけてのもので、コバルトの上薬をかけた陶器の破片のほとんどは14世紀のものであり、1378年から1387年より、後の時代の絵画はない。中国語の文献は1371年まで。 聖火後文献は1212年までのものしかなく1380年頃に廃場となったのではないかという。ありがとうございます。